衝撃展開、光る君へ、ドラマ解説。光る君へ、第39回、ドラマ解説、途絶えぬ絆。動画をご覧いただきありがとうございます。今回は10月6日に放送になりました。第38話の内容と、次回、第39話の内容について、注目すべきポイントを解説させていただきます。第38話では、源氏の物語を読み終えた桔梗は、泣き貞子の残した敦康親王に会うため、代理を訪れた際、藤壺で真宙と会うと、真宙の書いた物語の感想について、思いを明かしました。敦康親王は11歳となり、元服の時期を迎えましたが、秋子と暮らしてきた藤壺から離れたくないという理由から、元服することを嫌がります。一方、代理内では中宮秋子の産んだ敦平親王を狙った呪詛事件が発覚し、これを企てたとして、藤原のコレチカからの名前が上がり、コレチカは三代亭主の処分を受けましたが、その後道長の長男頼通と高姫女房との結婚が決まり、中宮秋子の二人目の子の解任も明らかになり、一条天皇はコレチカの処分を解きましたが、道長に対しては正気を失い、周りの者に抱きかかえられ去っていきます。第39話では2009年11月に中宮秋子は二人目の王子敦長を出産し、土見門では産屋しないが行われ、多くの公家が参じますが、右大臣藤原の秋光、内大臣藤原の金星の姿はありませんでした。その儀式の後、藤原の金刀、藤原の忠信、藤原の雪成、源の投資方が道長を囲み宴を行い、道長は自分の目の黒いうちに敦平様が帝になり遊ばす姿が見たいと言います。その年の暮れに、真宙は新年を為時の屋敷で迎えるため、里帰りをし、道長から娘の片子に贈られた模擬の祝いの絹織物を持ち帰ると、その高価な着物を見た弟の信則は、やっぱり自分の子は可愛いんだな、と言いますが、その言葉を聞いた為時は、この時、初めて片子の父親が道長だったと知ります。年が明けた。2010年1月、コレチカは衰弱し、弟の高家や息子の道政が見舞いに訪れますが、コレチカは、道政、左大臣には従うな、低い位に甘んじるくらいなら出家をせよ、と言い残し、この翌日の1月28日に36歳の若さでこの世を去ります。一方、一条天皇も体調を崩し気が弱くなり、自分が世を去る前に貞子の産んだ敦康親王を次のとお宮にする道筋を立てたいと言います。その頃、中宮秋子の妹の藤原の清子が東宮八貞親王の妃になることが決まり、清子は中宮秋子のもとを訪ねますが、八貞親王が18歳も年上で、すでに妻がいることに不満を言い、自分も父親の道具だと言います。それを聞いた真宙は、恐れながらそのようなお言葉はご自身を貶められるばかりですよ、と言うと、清子は何かうるさいこの人、と言い残して去っていきます。その夏、元服の儀式を翌日に控えた敦康親王は中宮秋子との別れを惜しんでいると、秋子は涙ぐむ敦康の手をしっかり握り離そうとはしませんでした。その光景を見た道長は、真宙に対して、敦康は、お前の書いた物語にかぶれすぎておる。光る君の真似などされたら一大事である。と言い、真宙の書いた、源氏の物語の中の主人公の光る君が、義理の母に思いを寄せ、不義密通に至る場面を持ち出して、敦康に悪い影響を与えかねないと腹を立てます。年が明けて、2011年正月に、信則は十五位の下に昇進すると、その春には為時が越後の神を任ぜられます。そして信則は、父、為時と共に
越後に向かいますが、その途中で激しい腹痛を起こしてしまい、その場でうずくまってしまいますが、さあどうなっていくのでしょうか。ということで、ここからは次回予告では語られていない今後のドラマで重要なポイントについて解説をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回まずすごく驚いたんですが、為時さんは今まで片子の父親のことを知らなかったということなんですが、道長さんもまだこの時点では片子が自分の娘だということを知らないのでしょうか。はい、父為時に関してはですね、二人の間に何かあるのではないかとは思ってたとは思うんですけどね。片子は信孝との子供だとずっと思っていましたから、この時初めて知ったと思うんですよね。なるほど、為時さんまたびっくりしてぎっくり腰にならないか心配ですねそうですよね。道長さんに関してはですね、今回も真宙に対してお前の娘はいくつになったと言っていますから、この時点でも全く気がついてないんだと思いますね。なるほど、そうしますと片子自身も父親は信孝さんだと思っているのでしょうか。これについてはですね、はっきりはわからないんですけども、為時も知らなかったわけですからね。片子はずっと為時に育ててこられましたから。それと37話でですね、片子が真宙に言った言葉でですね、母上が着妻でなかったから私はこんな貧しい家に暮らさなければならないんでしょと言っていましたから、おそらくこの着妻とは信孝の北の方のことなのかな。ひょっとするとまだ知らないんじゃないかと思うんですが、皆さんどっちだと思われます。ガイドブックを見ますとね、実際に道長が自分の娘だと知るのはまだ随分先になるみたいなんですよね。なるほど、ありがとうございました。そして源氏の物語の内容について、道長が真宙に対して腹を立てるシーンがあるとのことですが、これはどのようなことなのでしょうか。はい、これはですね、真宙の書いた源氏の物語の第一条霧壺という物語に登場した主人公の光君という男の子なんですけれどもね、物語の中で自分の母親が早く亡くなってですね、その後またお父さんが再婚するんですけれども、その義理の母のことを好きになってしまってですね、男女の関係を持ってしまって子供を作ってしまうんですけれども、初安もですね、幼い頃に母貞子を亡くして中宮明子とずっと母のようにねべったり育ってきましたから、道長はですね、敦康もだいぶ大人になってきましたし、真宙が書いた物語の主人公の真似をしてですね、明子に手を出すんじゃないかと思って心配してるわけなんですけどね。それで道長は真宙にですね、敦康はお前の書いた物語にかぶれすぎておる、光る君の真似などされたら一大事であると言うんですが、真宙はですね、何をつばらぬことを言っておるんですかと言ってですね、取り合わないと道長がですね、真剣になって腹を立てるっていうことみたいなんですよね。なるほど、その先がすごく気になりますが、この続きは10月13日放送第39回でお楽しみください。そして越後に向かう途中でうずくまってしまった信典さんの容態もとても心配ですよね。そうですよね、信典は明るくていい弟でしたからね。まあどうなるんでしょうか。見たくないな。今回は皆さんも覚悟してご覧ください。本日も解説ありがとうございました。ありがとうございました。今回は10月13日放送の第39回の解説をさせていただきました。また続きを聞いてみたいという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また皆様からの感想やご意見、またご要望などございましたら、コメント欄にご記入いただけましたら嬉しいです。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回動画もどうぞお楽しみに。チャンネル登録、高評価ボタンもどうぞよろしくお願いします。